ヒシアエンコーは鉱物の一種。化学組成はザンコさ結晶系は味方小系。崩壊石グループの鉱物。スミス・セナイトの名前は1832年に鉱物学者のフランソワスルピース・ビューダントによってヒシアエンコーを最初に見分けたジェームズ・スミソンにちなんで命名された。アユが埋蔵され、風化や酸化還元反応が行われる地域で二次鉱物として、 産出する。また、稀に亜鉛を含んだ炭酸塩岩の中でも産出する。一般的に、異極光、慶亜鉛光、水亜鉛土白鉛光、苦弱石、藍銅光、水亜鉛光、硫酸鉛光などと共に産出する。様々な色のものが存在する必種面定小鉱物で、よく形成された結晶が見られることは、ごく稀である。 代表的な性質は、武道状の形である。モースコードは4.5で、比重は4.4から4.5。ヒシマンガン鉱、ウ、鉄シと雇用体を形成する。異極鉱と類似しており、2種類の異なる鉱物であると理解されるまでは、歴史的に同じものとして鑑定されていた。これらの2種は、外観が非常に似ており、カラミンという名称は、 未だに両方に使われており、時に混乱を引き起こす、亜鉛鉱石の一つ、ありがとうございます。